はい、こんにちは。フォトジャーナルプレスのゆうです。今日の動画はこちらのニシンのね、新しい可変 ND フィルターを紹介します。このね、ニシンの新しい ND フィルターはね、11月の初め頃に発売されて、僕もずっと紅葉シーズンこれつけて撮影していました。で、結論から申しますと、これね、非常におすすめできます。僕のね、可変 ND フィルターの選ぶポイントとして一番の悩みは色かぶりなんですけども、それをね、見事にほぼ解消してくれています。で、一つ前のね、このニシンの可変 ND フィルター、これもね、もうだいたい4年ぐらい前に買ったんですけども、結構ね、これ青かぶりっていうかね、青みがかった色になってしまうんですよね。なので、ね、あまりちょっと色かぶりがあまり好きじゃないので、色かぶってしまうとね、後々の編集とかで結構苦労するので、あまりねこれ使わなかったんですけども、今回のこのニシンの新しいタイプ、これはね、非常にねおすすめできます。で、ちょっとね、話が長くなってしまうので、気になる方はね、あの色かぶりのテストしているところまでね、飛ばしてもらってもいいんですけども、僕は普段ね、可変 ND フィルター、こちら健康のね、バリアブル NDX2 使ってます。かもしくはこちらね、 H&Y のレボリング、可変ステップアップリングと一体化したこのね、可変 ND フィルターですね。さらにね、ここ CPL フィルターも一緒についてるものなんですけども、以前ね、レビューしてますので、よかったら見てもらいたいんですけども、これも非常に便利で、だいたい H&Y のレボリングか、もう健康のね、バリアブル NDX2 を使っています。で、この健康のね、バリアブル NDX を購入してからは、もうほぼこれを使ってたんですけども、っていうのはね、これほとんどね、色かぶりがないんですね。で、非常に薄くて軽くて、値段はね、結構するんですけども、3万ぐらいするんですかね。でも、これに慣れてしまうと、もう他のね、可変 ND フィルターがね、使えなくなるほど、便利です。ですが、一つね、これ使ってて悩みがあったのが、僕のレンズがね、結構 49mm とかね、ちっちゃいのが多いんですね。コンパクトなカメラとレンズの組み合わせが好きなので、結構レンズもちっちゃめのを使ってて、49mm とか、あとはね、この RX100M7 とかもよく使うんで、これもね、アダプターつけてるんですけども、フィルターつけれるように、これは 52mm の径になってるんですけども、こちらがね、77mm、僕が買ったのが健康の方。で、一番小さくてもね、確か 69mm ぐらいだったと思うんですけども、こういったね、ちっちゃいレンズにやっぱり大きい ND フィルターつけてしまうと、あまりね、見た目が良くなくて、それでもね、やっぱりこれ、この ND をね、使いやすいので、こういったね、ステップアップリングつけて、運用してたんですけども、やっぱりね、この大きい ND フィルターつけてしまうと、軽いね、組み合わせが好きなのに、結構ね、重たくなるのが欠点だったんですけども、それでね、いろいろこういった K&Y コンセプトとかの、ちょっと高めの ND 買ったり、いろいろ試したんですけども、どうしてもね、色かぶりがあって悩んでたんですけども、このね、ニシンの新しいものっていうのが、説明見てたら、ここですね、正確な色再現、ニシン独自のトゥルーカラーテクノロジーは可変 ND の課題であった黄色かぶりを解消し、フィルターをつけた時もマスターレンズと同じ色合いをしてくれるということでね、ニシンのね、可変 ND はね、黄色がかったというよりかは青みがかってたと思うんですけども、で、あと一個で、ね、ニシンのタイプで、ニシンってね、2パターン出てまして、1.5 から5ストップと、あと5から9ストップっていうのがね、2つがもともと出てたんですけども、1.5 から5の方は青かぶりがひどくて、で、5から9ストップの方は結構ね、黄色かぶりが、ちょっと光当てたらわかると思うんですけど、レンズの色が。こっちは黄色っぽくて、こっちは青い。っていう感じで。っていう風にね、なかなかね、僕はちょっと使いづらかったんですけども、今回ね、この新しいものっていうのは、この光当てると、全然色が、レンズのね、色味が違うと思います。こっちは青っぽい。元々のはね、青っぽいんですけども、こっちはね、本当に、忠実なね、色再現、変化がないように作られています。僕の気に入っているこのね、健康のバリアブル NDX に近い感じですね。ちょっとこっちも若干黄色がかかってますかね。でも実際に使うとね、これはあんまり色かぶりしないんですけども、本当にね、これニシン。今ね、レンズの表面見てもらっただけでもね、わかると思います。非常にね、透明度が高いというかね、色かぶりが少ないフィルターになっています。はい。ということでね、ちょっとね、話が長くなりましたけどね、非常にね、これおすすめできます。で、仕様なんですけども、1ストップから5ストップまで使います。いわゆるね、ND2 から32ですね。こんな感じでメモリーが打たれています。ちょっとアップします。こんな感じですね。1から5ストップまで。で、ストッパーがついてます。こういった感じで。で、ND2 から32まで
ということで無理やりね32で止めてるので、まあ、X ムラが出ないような仕様になっています。こちらの健康の方はねマックスで400まで使えるようになってますので、どうしてもね可変 Z フィルターの構造上ね、まあ、64とかそのくらいを超えてくると広角レンズを使っている時はねやっぱり X ムラが出てしまいます。まあ、標準のね 50mm とか望遠になってくると X ムラ出にくくなってくるんですけども、まあ、このね X ムラをまあ無理やり32にすることによって出ないようにしています。まあ、それをねもう使い方次第でどっちが好きかどうかっていうふうになってくると思うんですけども、まあ、基本的にね僕はこのこっちのね ND400 ぐらいまである方の方がまあ汎用性が高くて好きなんですけども、どうしてもねこれ32までにストップして X ムラを出さないようにしているので、まあ、X ムラをね出したくないっていう人にとったらおすすめです。まあ、32以上はまあ使えなくなりますので、また別のね ND フィルター使ったり、まあ、単品のね ND フィルターと組み合わせて国数とかねそういった使い方をしないといけないのはちょっと手間がかかります。その ND の1から5ストップということで、前の ND が 1.5 だったんですね。 1.5 から5ストップということで、こっちの方がね最小の方が明るくなっていますので、僕結構ね静止画もよく撮るので、まあこんな感じでつけて撮影するんですけどね、動画とか静止画両方とも一緒に、まあ、ND2 までだったらね前のと違って静止画撮るときは、まあ、ND2 にしてちょっと暗さを抑えて撮影することもできますので、最初の濃度が下がったっていうのも非常に僕はおすすめだと思います。で、先ほども言ったように西のね独自のトゥルーカラーテクノロジーを使って、まあ、色かぶりが少ないというね、まあ、僕はそこが一番ねポイントとなっています。で、あとねゴーストとかフレアを出しにくいナノコーティングテクノロジーを搭載しているということです。で、あとはね防水防コーティングということで、まあ、触ったりしてもね指紋がつきにくかったり、あとは水を弾いたりと、うん、結構ねもう可変 ND フィルターとしては使いやすい性能となっています。ということでね、中身なんですけども、こういった箱に入っています。こんな箱に入っています。で、中にはこういったね西の可愛いケースですねがついていまして、マジックテープ式になっています。で、中はこんな感じ、まあ仕切りはなく1枚だけ入るっていう感じですね。で、こういったクリアケースに入っていまして、こういったねキャップもついています。で、ここもストッパー付きということですね。これは取り外しできます。必要に応じていらない人は外したらいいと思います。はい。で、こんな感じでキャップついてますので持ち運びにもね便利だと思います。で、こういったクリアケースに入れることもできますし、こういったね専用のちょっとねケースがでかいんですけども、持ち運ぶときに便利なケースもついています。はい。ということでね、最後に 24mm のレンズでこの西の可変 ND フィルターとこの健康のバリアブル NDX2、 そしてね旧型のね ND、 これのね3つの比較をしていますので、それを流して終わりにしたいと思います。はい。それでは本日の動画は終わりにしたいと思います。ということでね、これ非常におすすめできる可変 ND フィルターですので、よかったらねチェックしてみてください。はい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。それでは、はい。それではね、色かぶりのチェックなんですけども、 24mm のレンズを使って ISO 感度 F 値を固定して撮影しています。あとホワイトバランスも固定しています。で、左上がフィルターなしで、右が今回購入した西のフィルターで、左下が僕の気に入っている健康の NDX2、 そして右下が旧型の西の ND フィルターになります。新しい方とね健康のフィルターは色かぶりが少ないのが非常にわかると思います。旧型のフィルターはね青かぶりしているのがわかると思います。はい。それではね、最後にストップごとのね色かぶり等を見ていきたいと思います。はい。これが1ストップ2ストップ3ストップ4ストップで、一番濃い5ストップになります。はい。それではね、以上になります。